ドキドキしていた。今回の動画は、ホタルが初めて猫と対面した時の様子なんだけど、ホタルは一体何を考えてるんだろう。いや、多分何も考えていないんだろうな。ただおてんばで自由気ままなホタルがたまらなく愛おしいんだ。はい、皆さんこんにちは。今回の動画は、記念すべきホタルが初めて、人間以外の生き物、今回は猫ですけど、猫に対面した時の動画になります。ホタルのリアクションっていうか反応が本当に面白いんですよ。これうちの近くの、うちの、僕たちが経営しているフィットネスジムのすぐ隣にある、ご飯屋さんで飼われている猫ちゃんなんですけど、猫ちゃんなんでもちろん、鎖もつながれてませんし、自由にうろうろしてるんですけど、このね、猫に対してのホタルのこのリアクションですよ。最初見えてないのかなと思って、でも見えないわけないじゃないですか、猫があそこにいて。しかもまあね、匂いも絶対するだろうし、獣というか猫ので、猫はねすごく威嚇してるんです、ホタルに対して。でホタル、これ見てください、絶対気づいてますよね。気づいて見て、あれ、でもね、逃げようとはしないんですよ。だけど近寄ろうともしないという。猫はねじっとホタルの方を見て警戒してました。でこの時はまあこれ以上近づかなかったんですけど、この後もう一度この猫ちゃんに再会することになります。見てますよね、絶対に。でちょっと逃げてるのかな、これは。でこれさっきの建物の隣の空き地なんですけど、猫がねこの時近寄ってきたんですよ、少しずつ。でもしかして何かしらのこう接触ができるかなと、仲良くなれるんじゃないかなと一瞬期待したんです。でちょっと近づけてみようということで、だけどね、天真爛漫自由気ままなホタルちゃんは猫を目の前にしても、ここ草むらなんでいろんなものが落ちてるんですね。で草もなんかわかんないけどむちゃむちゃ食べたり、で後で出ますけど石食べちゃったり。でこれ近づいたでしょう、いきなりね突然近づくんですよ。そうすると猫を見てください、あのもうなんかシャーっていう感じで、もうね完全に怒ってます、猫威嚇してますよ。でもう一回ホタルにちょっとちゃんと見ろと、あそこに猫がいるから、ほら初めての猫だからって。でもね、今ホタルが横で、でこれが猫に、近づけるのかホタルで、近づいて、で猫が猫パンチをもう繰り出す直前まで来ますから、もうね見てるこっちが怖くなってきました。この時猫にガンってもう爪でやられるんじゃないか。見てください、この猫本気で怒ってますからね。これ以上近づくなよっていう、自分から近づいてきといて。ほら、でもホタルお構いなしですよ、ガンガン行こうとしますからね。で猫がほら右手をもう上げて、こっから左手か、これ猫パンチするぞっていう。もう僕はね怖くて、あっ、いましたね。その猫も一歩引いたんで、もうちょっと興味なくなったかなと思ったんですけど、もう一回近づけてやると。あれ伏せましたね。猫が見えてるはずなんですけどね、まああの
犬にはね、これ石た、これ石食べてますね。ガリ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 石をかじるホタル、もうそれを出すのが大変です。毎回毎回散歩に連れていくと、うお、もうこれ最接近ですね。ほらほら、右手がかって猫猫パンチが、うわほら、危ない、危ない、目にも止まらぬスーパージャブが飛び出すとこでしたね。まあ、これ全くあの同じ時のこの後だったと思いますけども、さらにホタルがね、猫に興味を持ってちょっとずつ近づいていったので、どうなるかなと見てたんですが、やっぱりね、ホタルはもういろんなことにもあの注意が向いちゃって、猫に行ってみたり、横にある草やゴミやもういろんなとこに行ったり来たりで、結局この猫ちゃんとはお友達になることはできませんでした。まあこの猫ちゃんね、ずっとここにいるんで、またジムに連れてきて散歩させて、見かけたら近づけてやろうと思います。ね、いろんな動物と触れ合うっていうのもね、大事かなと思いますしね。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。